これ僕今回の動画で一押ししたいんですけど、うん、はいですね。なるほど、これがアニメーターに重要。これアニメーターもだしデザイナー全般に言えるんじゃないかなと思ってまして、正直この今回就活生見ていただいている方にはピンとこないかもしれないです、うん、これプロならではなんですよ。でじゃあ何に必要かと、こんにちは、円卓の平と。こんにちは、円卓の松林です。このチャンネルでは 3DCG デザイナーを目指している方に向けてプロになる方法や業界のリアルな話をしています。 CG 業界さらに盛り上げたいと思っているのでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、以前平さんの出したモデラーが勉強するべき項目、まあ、モデラーに必要な能力みたいな、まあ、それをパラメーター化するっていう動画を、出したと思うんですけれども、今回はそのアニメーター版をやろうかなと思っております。いいですね。はい、まあ、前回と同じようなフォーマットですね。こんな感じで必要な要素とそれのパラメーター、まあ、最後に僕はじゃあどういうパラメーターなのかっていうところを動画にしようかなと思っております。お願いします。じゃあ早速ですね、アニメーターに求められる能力、まずはソフトですね、うん、まあどうしても CG デザイナーですからね。そうですね、まあこれは使うと、うん、でまあじゃあ僕何が使えるのかというと、上から MAX、 Maya でブレンダーなんですけど、はい、一切使えないです。うん、なるほどね。なのでここはなし、うん、次のモーションビルダーですね。はい、これ実は周りに使える人があんまりいなくてですね、これ使えるっていうのは僕の強みなのかなと思ってますね。まあただ必須ではないですね。でも相当いいとは聞きますよね、アニメーションに関して。うん、そうなんですよ、僕は大好きですね。何がいいんですかね、売りというか。ああ、じゃあ一言で言うと、うん、フルボディ IK という機能ですね。それがいいんだね。あとは各、まあ、腕だったり足だったりとかいろんな箇所をピン止めできるっていう機能がありまして、うん、実はマヤのヒューマン IK でも同じことができて、あんまり評判良くないですけど、僕はヒューマン IK 全然使えるんじゃないかなとは思ってます。うーん、仕事で使ったことはないですね。以前出した、まあ、アイアマン自作でやったやつで箱を持ち上げる動画とか、あれでアニメーション作ってるんですけど、それはヒューマン IK で作ってます。はい、で続きまして、アフターエフェクツですね。映像をやる限りは必須なのかなと思ってて、で特にですね、アフターエフェクト単体で何か作るっていうのは実はできないんですよ。 CG から出した素材を加工するという意味で使ってて、 MAX、 アフターエフェクト、ここが僕の得意分野のところなんですよね。あ、エフェクトとか作ることもあるんですけど、 MAX での話です。実は Maya ではそんなに作れないです。ソフトに関してはこんなところですかね。次はリグですね。これ僕リグ一切組めないです。なるほどね。あの基礎知識は一応あるんですけど、はい、じゃあリグ組んでって言われたら組めないです。なんですけど、実はモーションビルダーとかさっき言ったヒューマン IK だったらいけるんですよね。いけるっていうのはなんか元があるからとかそういう。そうなんですよ、はい、モーションビルダーとヒューマン IK の強みってリグが用意されてて、そこに骨を登録するっていうだけなんですよね。まあそうするともう動かせるっていう、そういう意味ではいけるんですけど、まあ、いわゆる一から作ったリグとか、まあ、そういうのは一切作れないっていう状態です、うんうんうん、アニメーターであればまずアニメーションに集中できればいいのかなって感じ。そうです、うんうん、で次がですね、物理法則。うーん、これは重要そうですけどね。そうなんですよ、こっからはまあスキル面の話ですかね。はい、物理法則、例えば玉が何メートルの速度で転がり続けて何メートル先で止まるかとかそういうのわからないんですよ実は、うん、なるほど。で押さえておけばいいのは、物が例えば動くときは急には動かない、はい、ゆっくりまず動いて、で止まるときも急には止まらない、ゆっくり止まるとか、はい、あとは止まるときに例えば車でスピード出して、はい、ブレーキかけてギュッて止まるとするじゃないですか。でその時は急には止まらないし、あと壁に例えばぶつかった時って、はい、そこでビタッて止まったりしないじゃないですか、うん、瞬間的に静止することはないってことですよね。そうですね、まあその後に跳ね返るだったりとか、はい、まあそういうこう動いたらこうなるよねっていうのがざっくりわかる程度の感じですね。じゃあ厳密に計算できる必要はないよってことですかね。ないと思います。ないし、その計算が邪魔になる
こともあります。それは絵作り的な意味で、絵作り的なことでいう、まあ、具体的な例として車が走ってる映像を、まあ、作ったことがあるんですよ。でその時に時速じゃあ80キロで走ってそれをカメラで撮ってみたら、はい、映像として見た時にすごく遅く感じたんですよね、うん、ありがちだよねそういうのってね。ありがちなんですけど、うん、スピードをガンガン出さなきゃいけないっていう、まあ、オーダーだったので、はいはい、そういう時は物理法則にのっとるというよりかは絵的に魅力のあるものを作るっていう方に、うん、まあ、集中して作ると。その場合はもっと早くしたの？単純にもっと早くですね、うんうんうん、もう速度なんて分かんないですね。なるほどなるほど。300キロとかそんなレベルです、ね、新幹線そうというものがありますと、うん、これと紐づくんですけれども演技力ですね。これも特にキャラクターとか動かす場合必要ですよね。そうなんですよ。この2大要素ですね、物理法則と演技力で、僕の中ではこれが第一段階なんですよ、はい、第一段階、レベル1としましょうか。まずはここがあって、はいはい、で次に演技力が必要だなと思ってまして、うんうん、これが僕の中でアニメーターの壁の中の一つかなと。まずここでつまずきやすいって感じ。つまずくと思います。ここは極端に言うと本当は泣かなきゃいけないシーンでなんか笑ってるように見えるとか、はい、その逆もしかりで、うんうんうん、いくら物理法則が正しいとしても、うん、演技力がダメだと単純に下手に見えるんですね。そうだよね、魅力が出ないもんね。はい、なのでこの2つはアニメーターにとっては必要な要素なのかなと。ただここでですね、はい、僕が就活生に求めるものとしてはこっちで十分だと思ってます。なぜならこの演技力って監督だったり演出、まあ、もしくは、うん、まあ、上司だったりとかに鍛えられる部分だと思ってるんですよ、はい、じゃあプロになってから磨かれていく部分。そう、こっちは僕はプロになってからでいいと思います、うん、じゃあ就活生の方とかは多少無機質なものでもいいから、うん、こう物理的に変に見えないようにアニメーション作っていくのに集中すればいいの方がいいんじゃないかなと僕は思ってます、はいはい、なのでよく僕が言う、まあ、物を持つだったりとか、はい、まあ、そういうのは必ず自分で動画で撮ってでそれをトレースするっていう形のもので作品を固めればいいっていうのはこういう理由ですね。なるほどなるほど。で次がこの映像論ですね。はい、モデラーでもありましたね、はい、アニメーターはモロですねこれは。ああそうだよね。これはですね、はい、語るのが非常に怖いですね。ほう、これは深すぎてですね、まず映像論僕分かってますっていうのが非常に怖いです。ああ、それは分かります、うん、そのぐらい深いよね。深いんです。そうだよね。じゃあどれぐらいの知識があればいいかと、これに関して言うとまず絵コンテがないとそもそもこの映像論っていうのは語れないなと思ってて、うんうんうん、はい、なのでこれも就活生に求めるレベルで言うとそこまで高くないのかなと思ってまして、はい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 。例えば上手下手っていう言葉があるんですよ。映像の左側が下手、右側が上手って言ったりします、うんうんうん、でこれオーソドックスなんですけど、はい、上手の方に立場が強い者がいる、下手に立場が弱い、もしくはその上手にいる者に対してこれから挑戦していくっていうのが映像の法則としてあるんです、うん、よく本とかに載ってるやつだよね。例えばウルトラマンとかが非常に分かりやすくてですね、はい、最初怪獣って上手の方にいるんですよ。でウルトラマンは下手の方から始まる、うんうん、戦って戦って最後にスペシウム光線を打つときは、うん、ウルトラマンは大体上手にいるはずなんですよね、うんうんうん、強い側の立場に変わってるってことだね。変わってるっていう、はいはいはい、っていうのを僕は習いました、はい、保険かけときましょう、うんうん、そう、まあこれはあくまで基本的な考え方なんだよね。もちろん全てに当てはまるわけではなくて、うん、それぞれ狙いがあれば上手下手の考え方も変わってくるし、だから難しいんですよねこれは本当に。ごめんなさい、じゃあちょっとこれにもう一個足しますね。この中に抜けてたのがあって、はいはい、レイアウト。ああなるほど、これはめちゃくちゃ重要ですね。この映像論と絡みますね。どういうレイアウトがいいのか、その映像論に基づいてそのレイアウトを取っていくんですけど、ここのスキルもアニメーターには必要なんですけれども、これも就活生にはそこまで高いハードルは求めてないかなと思ってます。レイアウトっていうのはキャラクターの見え方とか、うん、その背景とかバランスですかね。
バランスですね。バランスがいい悪いっていうのがあるんですけど、それを語るにもなかなかちょっと、これプロ同士でも揉めますからね。そうですね。ここも僕もまだ勉強中というか、だいたいこういう時ってこうだよねっていうのはわかるレベルかなっていう感じですね。でですね、はい、これ僕今回の動画で一押ししたいんですけど、はい、読解力ですね。なるほど、これがアニメーターに重要。これアニメーターもだし、デザイナー全般に言えるんじゃないかなと思ってまして、正直この読解力、今回就活生見ていただいている方にはピンとこないかもしれないです、うん、これプロならではなんですよ。読解力ってじゃあ何に必要かと、はい、修正とか要望に対してそれを理解する能力ですね、うん、はい、うんうんうん、どういう内容かっていうのを理解して、それを映像に落とし込む。だからその時に文面だったりと、はい、よくあるのが動画を出しました。で、はい、上司がチェックします。はい。で、文章でリテイク内容がバーって返ってきます。その文章を理解できて、それを映像にできるかどうか。うん、うん。きちんと修正できるか。ここが非常に僕は重要じゃないかなと思ってます。うん、確かに、リテイクの内容が理解できないと修正しようがないんですよね。そうなんですよ。もちろんこれは修正出す側が丁寧に書けよって話でもあるんですけど、うん、そうなんですよ。まあそんな簡単ではないですよね。やっぱりある程度受け手側が読み解く能力も必要になってくるんですよね。そう、必要になってくるんですよ、うん、よくあるのがもう少しここ早くしてください、もう少しここ遅くしてくださいとかあるんですよ、うん、じゃあなぜ早くする必要があるのか、それは何に対して早いのか、まあ遅いのか、そこまで考えた上で対応しないといけなくて。確かに確かに。さっきのあの物理法則の話でもあったように、例えばあと10キロ早くしてくださいとか具体的に言えたらいいんですけど、うん、そうではないってことなんですよね。そうではないんですよ、はい、さっきの車を走る、はい、映像の話で、うん、まさにここをもっと早くしてください、うん、それってどれぐらいみたいなのがあるんですけど、もともと物理法則から外れてたら数字では出せないですもんね、うん、そうなんですよ。これ確かにモデラーよりちょっと難しいかもね。モデラーの場合、うん、結構具体的に修正が出せて、例えば2センチ腕を太くしてくださいとか、うん、数字で出そうと思えば出せるんですけど、うん、アニメーターさんの場合ちょっと難しいですよね。そう、これ修正出す人もすごく丁寧な人は、例えば、はい、さっきの車で言うとドリフトの時にあと10フレーム貯めてください、あ、なるほどなるほど、具体的に出す人もいれば、もっと貯めてくださいで済ます人もいるんですよね、うん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 、でそこがその監督なりのモットっていうのはどれぐらいなのかっていうのをジャブを打ちながら出していくわけですよ、うんうん、こんぐらいかなこんぐらいかなみたいな、うんうんうん、場合によってはパターンを出すこともあります。そこでこの人の言うモットとかちょっとっていうのはこれぐらいなんだなっていうのを早い段階で把握する必要があるんですね、うんうん、そうだね、うん、確かにアニメーターさんはここ重要だよね。これ超重要だなと最近分かりました。確かに確かに、これがないと仕事が終わらないですよね。そうなんですよ。そう、まさに終わらないんです。テイク数もどんどんかさみます。これってじゃあどうやって鍛えられるのかな。これはですね、僕の経験上はさっき言ったようにパターンを出したりとか、うん、あとはもう分からなければすぐに聞きやすい環境であれば、うん、これってこういうことですかとかにすり合わせをしていく。じゃあちゃんと自分が理解できるまで状況を整理していくというか。そうですそうです。それを日頃からやっておくっていうのが大事って感じです。そう、理解していくのと、理解できたつもりでも間違ってる可能性もあるので、それをすり合わせていくとっていうのでだいたい鍛えられると思うんですよね。うん、確かに。でアニメーターに必要なスキルというか構成としてはこんなものかなと思っております、うん、まず最初は物理法則が大事。はい、まずは物理法則ですね、はい、で次に演技力。ソフトってどのぐらい重要？ソフトはですね、この2つよりも優先度僕は低いかなと思ってまして、うん、アニメーターがじゃあソフトで何をするかっていうと、コントローラーを動かしてキーを打つだけなんですよ。なるほどね。究極言えば。うん、そうだよね。じゃあそれはソフトには依存はしてないと。そう、ソフトには僕は依存しないかなとは思ってるんですけど、アニメーションがじゃあやりやすいのは実はマヤだったりします。それは癖があるとか。そう、マックスの方が
癖があるというか、グラフの管理ですね、マヤの方が圧倒的にやりやすいなと。とはいえ僕はどっちでも同じクオリティは出ます。それは物理法則とか演技力がしっかりしてるから、うん、ソフトには依存してない。そうです。だから重ねて言うんですけど、アニメーターに必要なのはここですね、物理法則と演技力。なるほどなるほど。でじゃあ最後ですね、この左で上げたやつ、僕が今どれぐらいのものなのかっていうのを表にしたいなと思います。約20年近くですかね、まっちゃんも。そうですね、プロのアニメーターの実力はと。はい。と以前の動画でもやってたように、 SABC と、まあ、この4段階ですかね、評価。はい、評価で、まあ外枠は S と。でソフトに関しては僕はここですね、A くらい、うんうん、特に、まあ、モーションビルダーが使える、でアフターエフェクトも一緒に使えるっていう点で、うん、若干幅が広いかなっていう。まあそうだよね。ただ細々した知識っていうのはそこまで深くはないんですよ。似てるよね僕と。そうそうなんですよ。うん、わかる、すごくわかります。なのであとは経験っていうのもあってここは A かなと、うんうん、でリグに関しては知識がないのでここですね、 C ですね。組まないと。組まない。はい。次がじゃあ演技力。いやーここむずいっすね。演技力なー。A にさせていただきます。なぜなら、はい、まあ特にフリーになってから、まあ今までもそうですけど、まあ評判がいいんですよね、僕の作ったアニメーション。ああ素晴らしい。はいはいはい。結構あれなんですよ、リテイク表ってリテイクだけバーって書かれるのがまあ普通なんですけど、これは自慢ですけど、可愛いですとかかっこいいですみたいな。ああじゃあ修正じゃなくてポジティブな理由が書いてあると。書いてあるのがまあ多いかなと思ってて。ああ素晴らしい。はい。それとじゃあ S でいいんじゃない ?S でいいんじゃない。うわ、S ちょっと怖いっすね。ああ、まあそうですね。で、それと合わせて、まあ物理法則も同じ A かなと。うん、これって例えば、高校とか大学とかで習うような物理法則、ほんとしっかり知ってたら S とかなのかね。ああ、そうですね。うん。うん、そうそうそう、知ってた方がいいに越したことはないんだよね。そう、理論的に全部語れるなら S です。なるほどな。僕はそこまで語れないんで、違和感のない動きを作れるっていう感じですかね。うんうん。で、映像論ですね。はいはい。映像論はなぁ。これも怖いよね。怖いなぁ。これ P、ちょっと P にしときますね、はい。プロになってからずっと勉強って感じじゃない?これは。あ、そうですね。はい。まあ映像論どうやって鍛えるというか、コンテが書けるとか、そうだよね。まあそういうことになってくるのかなと思うんですよ。映像論 S って言える人ってさ、うん、もう世の中から評価されてる作品を作った人とかだよね、監督として。そう。いや、これ監督も S って多分言う人いないんじゃないかなと。そうだね。確かに確かに確かに。でもこれは面白いよね。本当に。一番面白い部分でもあるよね。深いというか。そうですね。はい。なるほど、B と。で最後に残したこの読解力ですね、これ僕 S にさせていただきます。お、すごい。これ僕自信があるんですよ。めちゃくちゃ理解力があると、うん、やっぱり経験則に基づいてのことなんですけど、20年近くやってくると、これってこういうことだよねとか、文面ではこう書いてるけど実はこうじゃないみたいなのがこっちから提示して、 あ、そうですみたいなパターンがあるんですよね。それどういう時多いかっていうと、修正内容というのはディレクターが当然見て指示を出すんですよ。で、まあ、今はリモートワークとかで文章でやり取りすることが多くなってるのかなと思うんですけど、うん、間に制作進行が入ってディレクターの言った指示を制作進行が文章としてまとめるってことが多いんですね、うんうんうん、まああるよね。そう、その時にちょっと間違ってる内容とかもあるんですよ。ああ、どうしてもそうだね、そういう伝え方になっちゃうよね、うん、そう、はいはい、ちょっとあれ話が違ってるとかずれてるとか、はい、それをまずいち早く気づけるっていうのがあって、うんうんうん、おそらく監督さんが言ってることはこうじゃないんじゃないかなとか、そうそうそう、気づけると、うん、でまあかつ最近フリーでいろんな仕事をしてるんですけど、ほとんどテイク3までいかないかな、うん、まあ一発で8割仕留め、いや8割言い過ぎだな、テイク1で8割はできてる状態ですね。ああ、素晴らしい。で大体テイク2で仕留めるみたいな。うんうんうん、いや相当優秀だと思いますよ。いや、ここはそうですね、自信がありますね、はい、はい、素晴らしい、まあ、そう、僕もフリーでやっていく自信があったのは、最近気づいたのはここがあったからっていうことですね、うん、まあ、こんな
で、こんな感じですね。これって例えば読解力だけあっても無理ですよね。まず物理法則は必須。うん、そうですね。物理法則と読解力があったらもう成長できますか？あ、できます、できます。あ、まず正直そこ2つで大体の仕事はこなせちゃうんですよ。なるほど、なるほど。演技力って難しくて、で難しいというか、コンテに割と詳細に書かれてることも、まあ、あったりするので、あとはそうですね、演技力がすごく求められるところはベテランのアニメーターがやる。ああ、なるほどなるほどなるほど。なので就活生、まあ、もしくは新人ですね、新人が抑えればいい部分はこの物理法則と読解力、はい、ソフトに関してはあとは丁寧にキーを打っていけと。そう、そうですこれは新人ここを抑えるといいですね、物理法則と読解力。なるほど、なるほど。はい、じゃあ今回はですね、アニメーターに必要なスキルといったところで、僕の場合はこういうパラメーターになったと。で、まあ重ねて言うようですけれども、一番大事なのはまず物理法則で、次に演技力で、レイアウトを作るための映像論で、プロになってからは読解力が必要になってくるということですね。なるほど、なるほど。今回、まあ、まっちゃんにこうやって解説してもらって、どういったことを勉強していけばいいのかなっていうのが分かりやすくなるよね。うん、そうだとありがたいですね。うん、うん、はい、じゃあ今回はこんなところで終わろうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。動画を最後までご覧いただいてありがとうございます。円卓では 3DCG 業界のですね、リアルなところをもっと話していこうと思っております。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。本当は都市伝説とかホラーとかやりたい。まあ、そっちの方にもシフトするのいいんじゃないですかね。いいんだところで、しばっち喋ってないけど